はい、どうもたけしです。ギグス10月号ギアナビ、今回からですね、なんと紙面の方のこのギアナビがリニューアルしました。ありがとうございます。いろんな楽器をご紹介するというのは変わらないんですけども、こうちょっといろんなリニューアルして、さらに読者の皆様に分かりやすくお伝えできればなと思ってやっております。で、今回ご紹介するのはこちらです。ちっちゃいアイバニーズの Q52LBM というモデルなんですけども、ちっちゃくて、これもうほんと軽いっす。もう見たら分かりますよね。普通ギターについてるヘッドがないっす。ここに普段はヘッドと呼ばれるこの弦をこうここに巻き巻きする機能のついてるところがね、こうついてるんですけど、それがないんですよ。ヘッドなし。だからこんなちっちゃいんですよ。軽いのもありますし、こうボディ形状とかも含めて、なんで持ち運び楽、弾いてって楽、めっちゃ楽です。これチューニングはどうするのって思うじゃないですか。だからそうするとこっち側についてるわけですよ、逆に言うとね。このチューニングするものが、だ弦を張るときは弦をここに引っ掛けてこう通していって、ここをロックして、もう一回ロックしちゃうん であとはここでチューニングしていくという、後ろにチューニングマシンがついてるわけですよね。という動画では伝わりにくいんですよ、この軽さっていうのは。これめっちゃ軽いですよ、本当に。でやっぱり長く練習したいじゃないですか、楽器って。そうすると重かったりすると疲れますよ、やっぱり。そういうのとかも、あとみんな持ち運ぶわけじゃないですか、楽器を。そういうところにはね、すごいいいですよね。というわけでちょっと音を出していこうかと思うんですけども、まずこうクリーンな感じからね出しますけど、今これピックアップリアな状態でいきます。非常にクリアで、ピックアップセレクターがついてて、一応今リアで、これ真ん中にするとこのハムバッカーが2つ乗ってますけど、ハムハムのセンターが乗ってるんですね。はい、でこれをフロントにすればフロントのハムバッカーが鳴ると。どのポジションでもね、すごいクリアですね。だなんかエフェクター乗りとかそういうのがすごい良さそうな感じの音がします。でこれ一応5ウェイなんですよ、実は。今3箇所しか出してないじゃないですか。一番後ろから2番目のポジションにカチッと上げると、瞬時にハーフトーンというですね、このシングルシングルになる音が出るんですよ。しかもこっちから1個ポチッと動かすと、外側同士のシングル、こういう、お、ちゃんとハーフトーン。でこれを今度真ん中行ってもう1個倒す。そうすると今度は内側同士のハーフトーンっていう、お、やっぱキャラが違う。でこっち行けばまあ普通にハンバーガーがなりますから、今例えばよくね、あのコイルタップとかあってこういじる機構がついてるやつありますけど、それしなくてもとりあえずこのシングルのハーフトーンが出ちゃうっていうね。でここに実はミニスイッチついてます、これアルタースイッチという、こうパチパチって今言ってますけど、これをオンにすると今リアピックアップの状態、ハムバッカー、これをアルタスイッチオンするとシングルコイルになるんですが、これがこのギターの独自でパワータップって書いてあるんですよ。要はシングルにコイルタップするだけじゃなくて、その低域というかそれをこう補うみたいな、まあ、音を聞いてもらえば分かります。今これハムバッカーの状態です。ちょっとクランチした方が分かりやすいかな。これハムの状態、これアルタスイッチオンするとパワータップ、お、ほらちゃんとシングルになるんだけど、音が今これハムに戻しました。パワータップ、こうへこまないっていうね、これ独自ですよね。だからこれすごい使い勝手いいですよ。でスイッチオンにした状態で1個動かすと、通常のシングルコイルになるタップ、要はパワータップじゃないコイルタップもできますか。そうするとさらにシャープなね、できると。それがこうこのスイッチとこの5ウェイで計10通り出るっていう、ね、すごいですよね。でこの今ハムバッカーの状態でさらにもっと歪むとどうなるかっていうね、おお、
元気、やっぱ全体的に元気ですよね。で、この歪んだ状態でパワータップすると、おお、やっぱほら、へこまないっていうかね。はい、というわけですね、このいろんなスイッチを駆使しつつ10通りの音も出せ、なおかつヘッドレスですから軽くて小さくて弾きやすいと、これすごい、こういう選択肢もあるよというギターでした。というわけで今回はアイバニーズの Q52LBM ご紹介しました。